はい、夕方の三郷ストリッチファームの屋上内にいます。はい、オスダチョウです。オスダチョウって結構喧嘩していたり気性が荒かったり人間に威嚇する子もいるんですけど、この子はすごく穏やかな子ですね。手袋しかも優しくつついて遊んでくれますね。座っても怒んないかな。カメラはやっぱり誰もどのダチョウも気になるみたいです。ちょっと逆光ですね。はい、よし、またね。はい、お隣のペアです。オスダチョウとメスダチョウ。いやー、パクパクこのメスダチョウいつも羽をパタパタしながらパクパクしてくれます。かわいい仕草ですよね。すごいマシンガントークしてるみたい。人が来るとなのか、いつもこんな感じでパクパクしてます。お腹が空いているわけではないみたいです。ね、懐っこい。羽を触っても嫌がりません。ずっとパタパタしてます。このパタパタは嬉しい方なのか、なんか訴えているのか、わかりませんが、はい。人に慣れている懐っこいメスダチョウの子でした。バイバイ。